輪島市で明日から仮設住宅の入居が始まるのを前に、今日市長が視察に訪れました。輪島市中心部の切子会館前におととい県内では初めての仮設住宅18個が完成し、県から市へと引き渡されました。今日は坂口市長が視察に訪れ、部屋の設備などを確認しました。 完成した住宅は2 d 系タイプが14個、4 d 系タイプが4個で、これまでに4000件を超える申し込みがあった中、明日から18世帯58人が入居する予定です。内装はすべて木でしっかりとなっているということですごく温かみがある、そしてまたオイルヒーターで暖房関係にもです、ね、配慮していただいているということで,です、ねあの、安心して住める。 建物になっているなというふうに感じました。一日も早くこのまたふるさとの方へ戻って来れるようにしていきたいというふうに思っています。この仮設住宅は津波による浸水が予想されるエリアにありますが、高いところで七十センチ分かさ上げすることで対策を講じているということです。和島市内では今回完成した十八個を含めて合わせて五百四十八個の仮設住宅が建設される予定です。